メリクリ。ちょっとなんか今日は妻は絶対やらないけど、ライト置いてみたり、この iPad をちゃんとなんていうんですか、このなんかスタンドみたいのにやってみたりして、なんか一応ちゃんと配信の感じにしてるんだけど、いつも机にただ置いてるだけなんだけど、今日ちゃんとスタンドに立ててみたりして。やってみた。だけどメイクはしてない。メイクすればよかった。なんか配信していいらしい。ハルピョンもやってたよね。 SNS はいいらしい。あ、検査しました。ちゃんとに元気。目のメイクがいつもと違う。いや、メイクしてない。自宅待機でメイクしなくない？今日はお話し会だったんですけど、残念。本当に仕方ないけど、年内最後だからね。え、かおりちゃんね、私もすぐかおりちゃんに連絡しちゃった。今日のお話し会が中止になりますって言われた瞬間、え、かおりちゃんってなってすぐ連絡した。さすがに振り替えはあると思いますけれども、でも濃厚接触って1日でいいんだと思って、1日、まあ、昨日も、まあ、あれですけど、残念。家からオンライン話し会できればいいのに。私たちは家からじゃダメなんだよね、いくらオンラインでも。残念だ。やっぱさ、最後のお話し会だから1年で。なんだ、なんかすいません、バキバキ鳴らして。最後ってことを理由にね、今もなんか1年ありがとうとか言ってたんだけどね、それが言えないのがちょっと残念。まあでも、まあ、オンライン話し会するにはたくさんの機材とたくさんのスタッフさんが必要で、あとはサインの色紙とか、まあ、いろんなことが必要なので、私たちは家からじゃできないんですよ。残念。でも配信できるって聞いてラッキーって思った。振り返りね、1月とかじゃないんですかね。みんなおしまししちゃう？違うメンバーに。私に取っといてください、ぜひ。
ルーム結構しようと思ってる。じゃあ取っておきます。じゃあやばい、言わなきゃ取っといてくれないんだ。いや、ちゃんと言わないと。なんか食べたくなっちゃう。ちょっと待っててもらっていいですか？ちょっと待ってて。何しよう、何しよう。メイクすればよかった。でもしたくない今さら。リップ、リップ、リップだけでも。ショールームノート。じゃあ年末年始配信いっぱいしたいなと思ってるんですけど、その年末年始の配信何するか会議。まず明日は決まってるの。明日はオールナイトできませんのスペシャル。やるのね。あとやりたいのはオールナイト。あと帰らないおじさんを一緒に見る配信。これは 2,3 回に分けてやりたい。でも1個が30分だから10は 3,3,3,3,3,4 とかに分けてやった方がいいか。3回に分けてやらなきゃ。あと1年振り返り、忘年会的な。忘年会。あとは清水キッチンもやりたいですね。あと1年の どうしようかな。じゃあ年始明けおめ、明けおめ配信もするでしょ。あとポン酢、ポン酢と戯れる配信もするでしょ。あと何かありますか、やってほしい配信内容。
会はじゃあ年末に31日、振り返り1年振り返りの1年振り返り、30日おじさん見る、時間足らない、やりたいこと多い、よし決めた、たくさん配信します、年末年始で。やる内容はオールナイトできませんスペシャルとか、帰らないおじさんを同時視聴するとか、 Amazon プライムとかパラビで見れるのでね、同時に見れないとしても私がなんていうのコメンタリーみたいな、なんかいろいろ喋りながら見るとか、清水キッチンもやりたいし、普通に明けおめ配信したりとか、あとはなんだ、あ、1年振り返っていろんな話したりとか、マリデミー賞をやる、マリデミー賞をやるって決めた。自分でいろんなランキング作って発表みたいな、あとポン酢とただ遊んだりとか、年末年始配信通して初日の出一緒に見る、え、絶対無理、絶対寝たい初日の出はね、まあ、見たい気持ちもあるけど寝たい、そっか、年末年始は年越し配信できるのか年またぎ配信はしないと思うはっきりと言う、うん、しない、感じで年末年始はなるべくたくさん配信をしようと思います。年越しの瞬間起きてる？いや起きてると思う。でもさ、
大晦日はさ、大晦日だからさ、実家いるしさ、たくさん食べてたくさん飲むのよ。だから配信はできないよ。そんな状態で多分。もうプライベートなんでこたつで。配信あるって思うとさ、いっぱい食べたりいっぱい飲んだりできないじゃん。見てる側はね、どんな状態でもいいけど、やる側はちょっとね。でも31も1日も配信する予定。健康なら。明日は無理なの？明日配信するよ。26でしょ？やるよ。年越し配信はしませんよっていう話。配信ってお酒飲んじゃいけないんだっけ？え、ダメじゃない？仕事なんじゃない？一応ダメなんじゃない？なんか私前提案したことは、なんか清水キッチンでなんかおつまみ作って、お酒に合うなんかおつまみ作る配信とかってダメなんですかって言ったら、ダメって言われたことがあって、だから結構ねダメらしい。そう、なんか公式じゃないと多分。フォローしました、ありがとうございます。ショールーム配信は仕事なんだね。え、わかんない。じゃあ何ですか？え、わかんない。何？何だろう。仕事じゃないの？一応こんなだけど、確かに仕事ならメイクしろよって感じだよね。わかんない。確かに。え、そうだよね。だってさ、アイドル清水マリアとして今見てもらってるんだもんね、一応。ってことは仕事だよね。じゃあメイクしてよって感じだよね。じゃあメイクしてよ。おい、清水マリア。はあ。今日クリスマスじゃん。そう、昨日お話し会で、まあ、一応サンタ来たんだけど、なんか写真、ちゃんと写真撮るのは明日でいいかって思ってたんですよ。なんか明日はちゃんと窓際の
みんな撮ってる明るいところで自然光を浴びて、いい感じのサンタの服の着てる写真撮ればいいかと思って、なんとなくのパシャパシャパシャみたいな自撮りしか撮んなかったの。明日でいいかと思って、そしたらあの今日はあれだダメになっちゃったので撮れなかった。ちゃんとした写真がもう適当な自撮りしか撮れなかった。え、なんとなく撮ったやつメールで送ったんじゃない？送ってないかな。あ、なんとなく撮ったやつ昨日のプラメで送ってるわ。ちゃんとなんかこういう自撮りじゃなくて、こう窓際で人に撮ってもらう写真を撮りたかったんだよね、みんな撮ってるやつ。だから撮り忘れたと思って、あのリールを作りました。この前あのお父さんとお母さんが東京に来たから新宿駅でご飯食べたんですけど、新宿駅の脇にイルミネーション風、まあ、あれはイルミネーションだね、立派なの道があったので動画撮ってもらって、それをリールにして昨日出した。せめてものクリスマス感。でもさ、トレーナーだしさ、服もっとなんかマフラーとかしとけばよかった。マフラーとかなんか手袋とかもっと冬映えするような、髪の毛も別にただ下ろしてるだけだし、マフラーあったらさ可愛く見えるじゃないですか、冬感増すし。母が撮ったの？そうだよ、ママの声とか入ってるもん。ダメだって言ってる。あとサウナのリールも作ったんですけど載せてない。ロウリュしてるサウナの動画、水風呂入ったり作ったのに載せてない。そのうち載せます。かわいいスノードーム、でもなんかサウナ好きな人とか友達とかからどうだったみたいな、何度でどれくらいの感じみたいな言われたけど、なんかそこまで詳しくないから、なんかサウナの写真めっちゃ載せてんのに詳しくないみたいな、ちょっと恥ずかしくて。詳しいとか好きな人はさ、ほんと温度で選んだりするじゃないですか、サウナの熱と水風呂の温度で好きなサウナ選んだりとか行ったりするから、すごいなって思う。鮭がサウナーだった。そうなんだ。そうなんだ。インドアな鮭がサウナ好き。
私は銭湯が好き。銭湯の熱湯と水風呂繰り返して入るやつが好き。普通の温泉も好き。サウナはあったら入るってぐらい。サウナのためにここ行きたいとかはあんまりないかな。銭湯はめっちゃ行くよ。温泉、スーパー銭湯とか。交互浴っていうのかな。45度とかのお風呂入って20度いかないぐらいの水風呂。繰り返してカコンっていう椅子でこう休んでみたいな繰り返すのが好き。そう、熱湯。そうだよね、熱湯ってあるよね、温泉どこも。大体普通の41度とかのお風呂もあるけど、水風呂入りたい人用なのか分かんないけどの結構高めの温度のお風呂あったりしますよね。いいな、行きたくなってきた。地元のスーパー銭湯もめっちゃ好きだったな。ずっと行ってないけど何年も。それこそ年始とか友達と行ってた。1日とかなんか山に初日の出見に行ってそのまま温泉行って帰るみたいな。岩盤浴は好き、すごく一日中入れる。いいよね岩盤浴。岩盤浴はなんか体にいいことしてる気持ちになる。なんかちょっとサウナは暑すぎてめっちゃ気持ちいいけど、岩盤浴はなんか心地いい暑さで超汗出るしみたいな。サウナは耐えるじゃないですか。私の場合耐えるに入っちゃうんだけど、岩盤浴は耐えない。サウナは人と行きたくないけど、岩盤浴なら人と行きたい。なんかサウナ人と行き
行きたくないんだよね友達と。なんかそうだ、こう座ってこうやってなってるとこ見られたくない。なんかこう膝にこうやって頑張る子はこう服着てこうやって寝てて、だけどサウナのこういう姿はちょっと見られたくない。一人じゃないとやだ。サウナ行くの？なんかサウナのためにあそこに行こうとかはなんないかも今のところ私は。ここ行ってみたいって言って行って、あサウナあるラッキーサウナ入ろぐらいかな。ここのサウナがいいからあそこ行こうとかはない今のところ。でもハマったらそうなりますよね。周りに結構多い。お代理とサウナに行ったりしないの？絶対しない。絶対しない。群馬にもサウナってある？え、めっちゃ群馬舐められてるやん。めっちゃ群馬舐められてる。でも小田と YK コンビなんで、なんかこの前私はマリパーで一人でイベントしたけど、二人でなんかやりたいねって話してて、まあバスツアーやりたいって前言ってたけど、それ本当にできたら嬉しいけど、普通になんかイベントやりたい二人でっていう話昨日もしてた。普通に喋ったり遊んだりするイベントしたいな。バスツアーは本当に夢、いつかやりたい。YK コンビって何？私と小田が所属しているあの事務所の名前です。 YK エージェントなので勝手に YK コンビとか言ってるけど、 YK を分かってなかったら何の YK ってなるよね。炊き込みご飯食べました。いいな、いいな。前はセントラルだ、ん？セントラルだったけど移籍したの。いや名前が変わった。事務所のセントラルっていう名前から YK エージェントに変わりました。よろしくお願いします。1年ぐらい前の出来事。 YK です。今日の夕食は肉うどんになりました。肉うどん。ロングコートダディ肉うどんですよね。ネタあるよね、肉うどんってやつ。
ーキと焼肉どっち好き？焼肉。絶対焼肉。寒いけどポン酢元気かな。ポン酢はもうこたつに入りまくってるらしい。もうこたつがなんか自分の部屋みたいになっちゃってるっぽい。かわいい。寒がり。怒った。カルビとホルモンどっち派ですか？カルビもホルモンも食べないかも。ハラミ。あ、焼肉食べたい。やばい、焼肉食べたい。あとユッケ、ユッケ大好き。焼肉屋さんはユッケ、ユッケ食べに行くようなもん。ユッケ大好き。そう、ハラミってホルモンなんですよね、実は。実は。食べ放題とか行ったりする？行かないかな。いつから行かなくなったんだろう。食べ放題って。でもなんかホテルの朝食ビュッフェとかで食べ放題だけど、食べ放題じゃないですよね。食べ放題ビュッフェ行かないな。なんか行かないかも。ラーメンは行く？たまーに行く。たまーに行くよ。並んでるラーメン屋さんとか並んだりする、一人で。でもそのなんか一人でラーメンとかその並んだこととか、まあ、昔はもちろんなかったけど、まあ、そんな言うてそんなにいっぱい並んだことないけど、なんかさ、そういうちっちゃい人気なラーメン屋さんとかってさ、お冷やとかエプロンとか自分でやるじゃないですか。その自分でやる制度を最初知らなくて、普通に座って周りを見て、あ、なんかみんな自分でやってんなと思って自分でやりに行ったりして、最初はおどおどしてたけど、今はお店行って、あ、自分でやるパターンねって思って、ちゃんと通り道でやって持ってっていうのができるようになった。超行列は並びたくないけど、3人ぐらい、3、4人とか3、4組とかだったら並べる。群馬は行列のできる店とかある？あ、あるある。なんか車で走ってて、なんかめっちゃ人並んでるみたいになって、通り過ぎてからこうマップとかで調べると、あ、ラーメン屋だったんだみたいな、結構ある。
か並んでるとこって基本ラーメン屋じゃないですか。ラーメン屋かキルフェボン。なんでキルフェボンってあんな並んでんだろう。大人気。確かにスタバも並んでる。みんな並ぶ人はみんな期間限定のだよね、きっと。とんかつ屋が並んでる。あー、とんかつか。今日は月曜日ですか？あ、日曜日か。焦点だ。今 AKB 誰も配信してないかも。私だけ AKB は不安になる。自分しかやってないと。マリアちゃんケーキ作らないの？作らない。今日お弁当何だったんだろう。お話し会のやば、めっちゃ気になる。私がいない時に限ってお弁当がすごかったりするんだよね。え、誰も乗せてない？誰か乗せてる？出ない。魚だった。え、魚？あー、キンベイ、キンベイ、キンベイ食べたかった。キンベイ好きって話こないだしたばっかり。キンベイか、食べたかった。いいな、キンベイの何だろう。いいな。夜は？昼はキンベイでしょ。夜はこれからかな。うわ、オーベルジーヌとかかな。ありえる。え、ケーキとか出たのかな。気になる。誰か乗せてないかな。リンちゃんとかさ、レイちゃんとか乗せてくれるよね結構。あ、でもの今まだやってないや。
ワクワク、ワクワクっていうか、なんだろう。オーベルジーヌに一票。だってクリスマスだし、昼が金兵衛だったらありえる。いいなあ、カレー食べたくなってきた。ユーは魚と肉があったもよ。ああ、なるほど。マリアはエイトの孤独のグルメと呼ばれてますからね。誰も呼んでない。誰一人呼んでない。うちは今晩カレーです。いいな、作ったんですか。いいな。あのじゃがいもうまいのかな。え、おいしいよ。ただのじゃがいもなんですけど、あのバターを塗って食べると美味しい。ただのじゃがいもなのにね、美味しいんだよね。ホクホク。嫁が作りました。おい、最高。言ってみたい、嫁が作りましたって。これから娘の誕生日会なんで離脱します。またね。めっちゃいいじゃん、言ってみたい。これから娘の誕生日会なんで離脱します、行ってみたい。お誕生日クリスマスなんだ、素敵。え、じゃあその場合ってさ、サンタさん来る、来るよね。サンタさん来る&普通に誕生日プレゼントも渡すのかな。うちの家内も作りません家内、家内言ってみたい。家内って言ってみたいわ。家内って言ってみたい。なんかいいよね。嫁、うちの妻が、うちの嫁が、うちの家内、いや家内ってなんかいいよね。家内いいな。言ってみたい、うちの家内が。タンプレは親から、クリスマスプレゼントはサンタさんから。そうだよね、そうだよ、当たり前じゃん。そうだよ、サンタさん、そうだよね。そうそう、サンタさん、サンタさん。サンタさん来なかった。なんか小学生の頃とかって寝るのそわそわしてたなとか、起きてすぐにお兄ちゃんとプレゼント探したなとか、でなんか学校の友達とかに何もらったか報告し合ったなとか考えながら寝たんですよ。サンタさん来なかった。そうだよね、そんなのさ、だってさ15年ぐらい前の話だもん。去年のクリスマスは劇場でマリア・サンタに会えた。そう、去年は生誕祭でしたよね。生誕祭して、次の日はお話し会して、そのまま相撲あるっていう。なんかクリスマスめっちゃいろんなサンタの格好になったもん。
1年早っ。スモアルなかったですね今年は。クリスマスとか。今年のベストバイって何ですか？ベストバイって買ってよかったものってことですか？買ってよかったもの今年なんだろう。今年買ってない買ってないかも。特に渾身のものを。なんだろう、渾身のもの買ってないわ。渾身のもの、なんだろう。あ、はい、あの全然大したことないんだけど、ニトリのスキレットにもなるしフライパンにもなるみたいな、ちっちゃいの買ったの。これくらいの、すごい浅いんですけど、超ベストバイ。もうあれなしじゃ料理できない。くっつかないの本当に。なんかテフロンくっつきませんとか言うけど、その次元じゃないぐらいにくっつかない。目玉焼きとか本当 CM でさ、嘘だみたいなあるじゃないですか、こうシューってやって目玉焼き滑ってるやつ。もうそうなるし、なんかすごいギトギトになったとしてもすぐ洗って落ちる。ほんとちっちゃい、あ、大きいサイズもあるけど、でもスキレット、あくまでもスキレットだからすごい薄いですけど、この前作った煮込みハンバーグとかあそこに入れたら映えたし、スンドゥブとかもあれに入れたら熱いまま食べれるし、ちょっと焼きたい時とかあれでやったらくっつかないし、ちょっとでできるし、揚げ焼きもあれでできるし、超ベストバイ。1000円しなかったと思う。フライパンって言っていいのかな、何なんだろうあれ、スキレットだけどくっつかないしギトギトしないし、ただ本当に浅いから油が跳ねます。お値段以上に取り、もう欠かせない料理にっていうくらい買ってよかった。あの素材で深い鍋も作ってほしい。そう、スキレットだからアヒージョとか、実際なんだろう、本来の使い方は。ほんとくっつかないし、あのしっかり焼けるし、熱をなんだろう逃がさない感じするしみたいな。でも何にでも使える。浅いけど、浅いのだけがちょっと。それしか浮かばないんだけど。探してるよ、見渡して。え、なんだ、あ、はい、ユニクロの何
なんだこれ、なんて言うんだろう、タイツ、ヒートテックのタイツみたいなやつ。スカートの中はもちろんなんだけど、ズボンの下にも履けるし、超あったかい。もうあれなしじゃ生きていけない。タイツじゃない、なんていうの、ストッキングじゃない、なんだろうこれ、見せるやつじゃないよ、ただの防寒、防寒です。ヒートテックすげーってなった。うん、かな。桃引き桃引きって言われたらもう桃引きだもうこれないと無理。ベストバイです。買ってよかった。やば、そう考えると本当になんか物欲ないんだな私。なんか家電欲しいとかない？うん、困ったことがない、困ってない、なんかあーあれあれば便利なのにって思わない。あったら便利だけど、なかったら困らないものばっかじゃないですか。あ、ドライヤーは買った。パソコン絶対使わない、パソコンいらない。加湿器ある、ヘアアイロンとかコテはちゃんとある、困ってない。ルンバいらない、自分で掃除機かけたい。なんかなんだろう、あ、でもちゃんとこの年末で買おうって思ってるものはいっぱいあるよ、いっぱいある。もうちゃんと下調べしてある。何関係？え、顔関係、化粧水と乳液となんか美容液、なんか保湿するやつ、あとクッションファンデと、あと粉、もう絶対買うって決めてる。もうこれっていうの決まってるし、ただ買いに行くか行かないかの問題これっていうのね決めてある。コスメ、コスメ、劇場に電子レンジできてよかった。それ本当に、それめっちゃ嬉しい、本当に嬉しい。加湿器も超嬉しい。もうさ、カッサカサでさ、劇場って歌っててさ、超喉乾くしさ、なんかもうパサパサになるの喉が。もうさっき化粧水したのにもうカサカサじゃんとか楽屋でみんな言ってて、ファンデーションするのがねえ悲しいぐらいに乾燥しちゃうから、冬はめっちゃ嬉しい。劇場電子レンジも
だってお弁当って温めるだけで10倍ぐらい美味しくなるじゃん、ものによっては。本当嬉しい、軍事サンタ。超嬉しい。今までなかった、劇場には。なんか事務所みたいなとこ、劇場の事務室みたいなとこ行ったらあるんだけど、わざわざそっちに行くほどでもないんだよね、やっぱり。私たちの楽屋にはなかったんだよね。電子レンジ渋滞なかった。うん、そこまでしてまでじゃないんだよ。楽屋にあったら嬉しいけど、わざわざちょっと歩いてまで温めたくはないみたいな。なくても困らないけど、あったら嬉しいがついに来ちゃった、劇場に。嬉しい、軍事サンタ、ありがとうございます。加湿器も超嬉しい。舞台とかでもさ、その舞台の制作さんによっては電子レンジもあって、コーヒーポットもあって、紅茶セットとかもあってみたいな制作さんもあるんだけど、やっぱ電子レンジがある制作さんの現場はやっぱ嬉しいですよね。稽古場にも劇場にも置いてくれるから。びっくりしたのはトースターがあるとこもあった。トースターまで置いてくれんのっていう舞台もあった。ご長寿グランプリご長寿グランプリじゃん。2021年全国予選だって。あ、再放送かなこれ。じゃあ、わあ、番組表がなんか年末だ。年末の番組表だ。そのセーターどこの？3年前ぐらいに買ったやつだと思う。深夜に映画だらけ。なんかさ、年末年始って全部スペシャルでこう番組表が長くなるじゃん。楽しいよね。
ームアローン見た。見たよ、ホームアローン見ました。ちゃんと見た、昨日。ワン、あれ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブぐらいまであるけどさ、違うんだね、人が。監督とかも違くない？まさかのこれのシーンが化粧水をつけてるシーンだったんだね。なんかにびっくりしてキャーって言ってるシーンかと思ったら、なんか化粧水つけてキャーって急に叫んでた。あれ、なんでキャーっていうの？この化粧水つけてやってみたかったの？めっちゃ可愛かった。しみるの？なんでしみるん？あ、大人用のやつはスーってする。あ、そうなんだ、冷たいから。あ、なんかそれぞれの意見があるんだ。予想？なんでとか考えないところ、スースーするんだ。へえ、可愛かった、めっちゃ。だけどなんか最後の仕返し、泥棒への仕返しはなんか結構結構いくなと思って。こうなった、ちゃんと。なんか頭焼けちゃうのとか、なんか焼け損のところとか痛そうすぎてうわってなったし、なんか釘が刺さるとかもうーってなった。あと雲とかも、雲をこう置いてそこに向かってこうやるとことかも、もうやめてって思った。結構痛かった、見てて最後の方。すげえと思って、賢い。結構ハードだよね、あのお子ちゃま、お子ちゃまのなんか作戦の割にはすごくなんか痛そうだった。面白かった。クリスマスにね、みんなが見る理由も分かりました。いやでもあのおでこ、おでこじゃない、あの頭のやけどが痛そうすぎて、あの色とか、2も見てね、ちょっとじわっとするよ。へえ、ちゃんと見ました。真剣に見たってわけじゃないけど、マリア海外の映画とか見ない？私あんまり見ないんですよ、洋画。 見なきゃとは思うけど、さすがに名作ぐらいは。なんかね、どうしても邦画を選んじゃう。その名作ぐらいは 見なきゃって思ってます。例えばあの車が空飛ぶやつとかなんだっけ、タイタニックは見たことある。トップガンは最初のだけ見た。今なんか最近のは見てない。ワイスピ、ワイスピはなんか見たことある。違う、車がなんか空飛ぶやつだよ。なんかおじいさんとなんかタイムスリップみたいなしちゃうのかな。バックトゥーザフューチャー、バックトゥーザフューチャー、それ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 、見たことないんだよね。あと
っぱいある。アルマゲドンとか見たことない。あのターミネーターとかスパイダーマンとかは見たことない。そのマーベル系多分一つも見たことない。やばいよね、偏りがすごいんです私。なんか見てるお兄ちゃんが見てるのを横でうんって思って見てたぐらい。だからなんか鎖につながれた3匹ぐらいいる凶暴な犬とか、なんかひげがすごい長いおじいちゃんとか、あとなんかこうほうきで空飛んでこのなんか飛んでる球を追いかけてるとか、あとはなんだろう、あなんかあのすごいツルツルの方と最後戦うとか、ちょいちょい知ってるシーンはあるけどストーリーは分かんないよく。やばいよね、なんかハリーポッター全然知らないの。ハリーポッターは超いっぱいあるもんね。でも本当にちゃんと見たところがそのほうきで飛びながらこの飛んでる球を追いかけるみたいな、そこしかなんかもうそういう競技の話なんかって思うぐらいそこの印象が強いんだけど、違うんだもんね。魔法使いになる話かな。魔法学校にあの9となんとかの何番線に乗ってこう買い物かごをね壁に行ったらスーンっていけるみたいなやつだよね。それくらい全然ちゃんと見てない。スターウォーズ見たことないかも。あのカキンカキンって光ってる棒で戦うやつ。ターミネーターめっちゃ強い男の話だよね。作られた強い男の話だよね。インディ・ジョーンズはあのディズニーのこうめっちゃ揺れるアトラクション最後に愚か者ってなんか謎に悪口言われる、消え失せろとかめちゃくちゃ悪口ただ言われるアトラクションだけど映画があるんだよね。なんであのアトラクションは最後に悪口言われるんだろうって思って、それが面白くていつも乗っちゃう。この縦揺れのなんかあの怖さはあんま分かんないんだよね。なんかあー袋を飛んでるやだとか思うんだけど、最後のなんか消え失せろとか言われるのがおもろすぎて乗っちゃう。それはディズニーのアトラクションの話ね。なんで原作っていうかその映画も悪口言われるんですか。あ、そうなんだ。映画でも悪口言われるんだ。大体口悪い。あ、そうなんだ。へえ。あ、宝物財宝
を盗むから怒られるんだ、そうやって。なるほど。まあ、こんな感じで洋画が疎すぎる、マジでやばい、やばいぐらい洋画知らない。ララランドとかは大好きだよ。ドントルックアップ面白かった、めっちゃ面白かった。ドントルックアップ Netflix の。トップガンはしてる。トップガンは見た。最新のやつは見てないけど、恋愛系は見ない、あんま見ないかも。ジブリはもう本当にすごい怒られる、怒られるんだけど、ジブリは本当に見たことない、マジで。あの風立ちぬだけちゃんと見たことある、映画館で。ね、ジブリ見たことないです、ハリーポッター見たことないですってなると、はみたいな、すごいなんかすごい言われる、びっくりされるんだよね。そうだよね、すいません。みんな洋画もジブリも好きなんですね。私はもうめちゃくちゃ邦画ばっか見ちゃう。風立ちぬしか見たことない人、日本で一人ずつ確かに。なんか高校の時の国語の現代文かな、あ古文かなの先生が若い女性だったんだけど、風立ちぬを見ましたっていう報告をしてくれて、授業の前に。でめっちゃ興奮しながら話してくれて、素晴らしさを。であんな興奮すんだみたいになって、友達と見に行ったし、しかもなんかテレビで映画館で見たし、最近もなんかで見た、見返した。ジブリね、なんかジブリが映画館で放送、なんか昔のジブリ作品を映画館でやりますっていう時に友達が見に行ったらしくて、初めてそこでなんだっけな、何かを見た、でもうやばかったみたいな、すごいね、そこからジブリにハマったっていう友達がいました。ピュータ、トトロはね、なんとなく見たこと、何回も何とな く見てるから、ちゃんとしたストーリーわかんないけど知ってるシーンはいっぱいあるみたいな感じ。魔女の宅急便、空飛ぶやつだよね。千と千尋も本当なんとなく何度も見たことある感じ、ちゃんと見たことがない。なんかおにぎり食べながら泣いてるなみたいな、なんか急に竜になってなんか飛んでるなとか、なんかこうピョンピョンしてる顔がこう積み重なったりなみたいな。
なんか常識なもの見てて、みんな見てこれを見て育ったみたいなやつを見てないっぽいですよね。邦画はめっちゃ見てるんだけど、印象ポイントが絶妙。そうだよね、絶対そうだよね。見たことある人からしたらそこみたいな感じだよね。ざっくり説明が素晴らしい。お、素晴らしい、ありがとうございます。アニメも見ない。今までちゃんと見たアニメは宇宙兄弟、あと中学生の頃は見てました、スラムダンクアニメ。宇宙兄弟はもう、うーって泣くぐらい見入ってた。バスケ部だったからね、当時は。お兄ちゃんが見てたのを一緒に見てたって感じ。ぐらいだよ、ちゃんと見たことあるアニメ。宇宙兄弟はほんと一気見してた。なんか昔サブスクみたいなのあったんだよね、家でなんか見放題みたいな、それで見てたんだよ。鬼滅とかスパイファミリーとか全くわかんない。なんかみんな見てるから見ようってなんないんだよね。なんかでも私がこんな話していいのかわかんない。こんな何も知らねえやつがこういう話をしていいのかわかんない。好きな人からしたらこいつ何やってんだってなるからちょっと言えないんですけど、言ってみていいですか。サトシ引退ってどういうことですか。どういうこと。ピカチュウも引退、え、どういうこと。ポケモン、そう、主人公が変わるの。今までさ10年以上ずっとさサトシとさピカチュウがやってたんでしょ。で卒業、サトシ新シリーズになる。え、主人公じゃなくなる。それめっちゃかっこいいと思う。プリキュアみたいな感じ。プリキュアって毎回主人公変わりますもんね。で私はなんかで見たの、なんかサトシは主人公ではなくなるけどカメラが追うのがサトシじゃなくなっただけでサトシはいますみたいな。すごい下手説明が、めっちゃ感動したのに。なんかカメラが追うのがサトシじゃなくなるだけでみたいな。それめっちゃなんかなんかね救われた気持ちになりました。そう、なんかカメラが追ったりしてるから主人公なわけで、全員平等にいるんですよ、存在してるんですよね、実際の世の中も、そうアニメとかの中も。だけどそのカメラが追うのがその人だから、その人がその作品の中では主人公っていうのをなんかいい言葉って思いました。
スラムダンクだってさ、その主人公が違うじゃないですか、アニメと映画で。スポットライトがサザエさんからカツオくんって、ああなるほどね、わかりやすい。なんかそれ全然本当知らなすぎて、そのサトシとかでもなんかツイッターですごいトレンドとか入ってて、どういうことと思って見てたらそういうのが出てきた。でポケモンの DS のゲームとかやってたけど、ルビー、サファイアならやってたと思う。ゲームボーイアドバンス？わかんないけど、小中学生とかかな。ポッチャマ、ジャマ、そう、私本当にゲームやらないし、やばいよね、なんかだから何してんのってよく言われる。ゲームもアニメも詳しくないから。でもやっぱり、まあ、どれかに詳しくなったりハマればもっと同じ趣味の人ができて、なんか楽しい時間が増えるのかなとも思うんだよね。皆さんとも話せるだろうしね。もう6時半だ。すごい、ずっと喋ってる。したら、え、何してんの毎日みたいに言われちゃう。普通にしてるんだけどなって。楽しみは何？そこまで全然楽しみあるよ。美味しいもの食べたり、美味しいもの作ったり、ハマってるドラマ見たり、映画見たり、邦画ね、これだけは言っとく。テレビも見るしね。
あのその誰しもが見てる映画は見てないかもしれないけど映画は見てる。洋画は見ないんですか？え、見るよ見るけど、そのなんか歴史上の名作みたいなのと呼ばれてるものを見てないだけ。え、最近見た方がは、あ、洋画はミッドナイトインパリ、チクチクブン、メリーポピンズも見たしベルファスト、あ、ドントルカップ、コーダ、君の名前で僕を呼んで、あー、バーレスク、ブックスマート、プロム、とか洋画は。最近見た邦画は稽古、目を澄ませて、ラーゲリ、あ、派遣アニメ、派遣アニメめっちゃ面白かった、めっちゃ面白かったです。アニメおすすめ。それこそアニメとか見る方も見て面白いと思う。派遣はその派遣の派遣じゃないです。あの派遣を取るの方の派遣。そう。めっちゃ面白かった。なんか見てて楽しい感じ。だしやっぱりなんかその。自分が見たことない世界を見れる映画ってやっぱり楽しいかも。派遣アニメはレンタルですね。サブスクじゃ見れないかも。え、でも今年見た映画で一番決めてってなったらめっちゃ難しいけど、一番にもいろんな一番があるじゃないですか。ストーリーが好きだから一番好きとか、あそこのあの演技がすごかったから一番好きとか、なんかとにかく笑えたから一番好きとか、いろんな一番があるんだけど、私はサバ缶が本当に好きだなって思った。自分が好きな映画だなって思った。トータル一番、なんか前情報なしで行ったから余計に、ぜひ見てほしい。まだ映画館でやってるとこもあると思う。サバ缶。
あ、やってないわ映画館。1月6日で終わっちゃう。一つ全国で1個しかやってない。ダメだ。でもそのうちなんかで見れるようになりそうだから、そしたら見てほしい。本買おうかなって思っちゃったもん。買ってないけど。もうなんか私ああいう系に弱いから、もうズルズルに泣いた。サバ缶工場の話違うよ。サバ缶の話です。サバの缶詰の話ですね。あんまり言えない。もうなんか全員最高だった。全員大好き。見た人と喋りたい。見てほしい。なんか見終わった帰り道がなんかなんだろう、なんか心が軽くなった感じがした。体がなんか空気もスカッとした感じがした。帰り道なんかあるじゃないですか、映画によって帰り道の後味の感じ。和製スタンドバイミー、あーそうなのかもしれない。確かに子供男の子。でもさ、その自分が見る時の自分のテンションとか、その時の自分のなんか状況とか出来事とかによりますよね。それとマッチした時にうわめっちゃいいって思ったりとかするじゃないですか。全く自分が違う気分の時に違う、全く違うの見た、あ同じの見てもその自分に自分の調子によって変わるよね、印象って。色黒？
楽し、例えば楽しい気分の時に笑える映画見たらもちろん笑えるけど、めちゃくちゃそんな笑いたくないよって時に、なんか笑わせられても笑えないじゃないですか、みたいな感じ。怖い。これくらいならバレなそう。え、これならバレなそう。これやろう。リアルはこれ。やだ、もうちょっとこれにしよう。持ってます。ちょっとナチュラル盛りしてます。私お話し会さ、なんかフィルターかけてないんですけど、ワンショットなんかフィルターかけると白くなるけど、なんかモワモワすぎて嫌なのね。だからフィルターかけてないけど、ワンショットのやつ当たった時もそう、なんかリアルカメラで撮られるんだなと思って、なんか画質はいいけどなんかちょっとあれだなって思って、暗くなるよね。でもなんかあのモワモワの感じが苦手なんだよね、お話し会のフィルターの。お弁当出たかな？お話し会のリサーチします。載せてなくない？誰も。あ、にゃ、あ、昨日のだ。誰も載せてない気がする。あ、金兵衛載せてる。ナーミンが鮭だ。鮭か。え、なんか特に載せてない。夜弁当してスイーツが出たのかどうかも誰も載せてないっぽい。他人の弁当はいいじゃん別に。他人じゃない、自分も食べるはずだったからチェックしてるんです。自分も食べるはずじゃなかったらチェックしないよ。ただ自分も食べるはずだったから気になるんだよ。私が恨みとかじゃないよ、気になるじゃん。これはもう皆さんの捉え方の問題です。もう私は本当に自分がいる現場のご飯がすごい楽しみだし、あのお話し会の時って結構すごいから、私がこの前いなかった時は
ラデュレのケーキがショーケースで来たりしてたから、今日はクリスマス当日ともなるとどんなものが来るのかなって気になるじゃないですか。だから調べてるんだよ。別にうわキルフェボンだったんかよ、最悪じゃん、うん、とかなんないよ。ならない、ならない、ショックともなんない、全然。うわキルフェボンかよって笑うぐらいだよ。みんなこれはもう捉え方の問題だよ。もうなんか説明すればするほど、気になるじゃん普通に。だって私はじゃあ皆さんよりも食べ物が好きっていうことなんだな。今日は厳しい意見が多め。確かに、なんかすごいみんななんか厳しく見てる。6時48分でしょ。あ、違う、全然違う、時計ずれてるんだった。6時53分時計ずれてるんだったわ。風呂の中で配信見れん、どういうこと？お風呂入ってないの？北海道は雪が積もって外に出れない。やば、どうしよう。配信めっちゃ長時間やっちゃってません？すいません。みんな今お話し会の隙間で見てくれてるの？お話し会ってさ、あれでしょ、待ってる間ずっと待ってなきゃいけないでしょ。例えばここでやるならずっとここで、で例えばこのお茶を見せたかったらこうやってお茶をさ、こうやって準備しとかなきゃいけないでしょ。ずっと待ち時間長い時大変だよね。だから猫ちゃんとか見せてくれる人、ずっと猫ちゃんこうやってやってなきゃいけない、それ大変だよね。猫ちゃんワンちゃんのさ、なんか体調っていうか気分にもね関わってきちゃうね。あ、それは大丈夫だった。あ、そうなんだ。あ、物は大丈夫なんだ。顔だけ？そう、寝ちゃってる人とかいるもん、たまに。え、こんにちはとか言うと、あ、寝てたみたいな人結構いる。
でも待機中とかの皆さんのことも監視されてるんだもんね。ってことでしょ。握手会でも会場で寝てる人いた。え、どうやって、どこで。すごっ、強くない、公共の場で。すごっ、ご飯とか食べるとこでってこと。すごい。待機中の映像も録画されてる。そうだよね、全部ね見られてますよ自分も見られてるって思われたら恥ずかしい。そうなんだよね、不具合とかでさ、私もさ、なんか画面が何もなくて、何分何分何秒っていうのがただただ経過してって終わっちゃったりとか、途中から現れたりとかするんだけど、そういうこと多いので、そういう時はちゃんと報告してくださいね。そしたらやり直しできると思うから。結構なんか電波の問題でさ、なんか秒数無駄にしちゃったとかあるからさ、そういうのちゃんと言ってください。そしたらやり直せるけど、まあ、全部録画されてるから嘘はバレる。あとなんか録画とかしてるのもバレちゃったりするよね。でも本当にね、申し訳ない気持ちになっちゃう。そのなんか秒数だけ過ぎてって、あの画面止まっちゃってたりとか、何もつけないで時とか、すごい悔しいから、ぜひ報告してほしい。そしてちゃんとちゃんと話して秒数を進めたい。もったいない。でも本当電波ってさね、やっぱリアルの握手会とかなら電波とかさ、環境に左右されないじゃないですか。聞こえないとかさ、止まっちゃったとか。でもオンラインだからこそ来れる人もいっぱいいるしさでも逆にオンラインだから行かないっていう人もいるしね。どっちもやりたい。リアルのお話し会もオンラインのお話し会もどっちもやりたい。どっちもさ、それぞれのなんかいい点があるからさ。世界中の方ともオンラインならさ、なんか話せるじゃん。その交通費とかかかんないしさ、時間もね。そうだよね、他の予定あってもねできるし、オンラインならちょっとでも都合が合えば。地方の方とかね、仕事とかの方もね、ほんとどっちもやれる日が来たら嬉しいな。もうね、いつも来てくれる方のお部屋とかは覚えてきました、とっくに。あ、今日いつもと違う部屋だねとか言っちゃうもん。あ、
今日はゲーミングチェアじゃないんだとか言っちゃう。もう覚えちゃう。恥ずかしいからいつもなるべく違うところからにしてる。あ、日替わりで場所選んでんだ。覚えちゃうよね結構。あとはなんか海とか見せてくれたりとか、海の前でとかイルミネーションとか東京タワーとか観光名所とかからやってくれる人とか、わーってなる。やっぱり海とか見ると、シンプルに旅行中とかね、あのなんかなんだっけ、宮古島かなんかからやってくれた人とかいた。旅行中でもできるんだもんね。確かにお話し会ならオンラインなら。車は毎回止まってますかと確認されあそっか、車の中からやってくれる人って結構いるけど、確かにみんな駐車中っていう確認を取らなきゃいけないんだ。ハマちゃんは青空見ただけでめちゃくちゃ喜んでくれた。そう、話し会会場はもう一回入っちゃったら外があんまり見えないので、やっぱり外の景色見れるとわーってなるよ。面白いよね。でもやっぱそう考えるとやっぱ何年もやったから慣れてはきたけど、改めて考えると面白い。いろんなところから、それぞれのお家とかいろんな場所からオンラインでつながってるの。すごいよね。やっぱどっちもやりたいですね。リアルもオンラインも。あれですよね、エイトのコンサートのあのチケットのあの当たったかどうかってもうすぐ分かるんでしたっけ。28とかでしたっけ、当落。28日だ。やっぱり全員当たりますように。当たるよね。ドキドキだね。絶対当たってほしい。全員来てほしい。今までエイトを好きになってくれた人たち、もうあのだいぶ前にお誘いしましたみたいな人も来てほしい。全員来てほしいな。最近好きになったけど行っていいかなみたいな人も絶対来てほしいし、もう全員来てほしいよ。だからもしあの昔よく一緒に全国ツアー行ったなとか、なんかイベント行ったなだけど、あの人そういえばエイトから離れちゃったなっていう友達とかいたら呼んでください。誘ってくださいね。
最後か。最後って何？でもここ最近は全国ツアーも終わっちゃったし、8での活動って周年と8の日とたまにある劇場公演とかでしたもんね。全員が揃う機会ってのはやっぱなかなかないからね。10周年で活動再開1年1年で1年の休止で1年で何のための休止ってなるよね。それこそ1年だったら。でもめっちゃ楽しみ、なんか集大成っていうか今までこの9年の集大成、いろんな思い出とかいろんなことを詰め込んで全員でコンサート、ピアアリーナだし。楽しみ。2回公演ですもんね。しかも贅沢。ピアアリーナって全国ツアーのファイナルの会場ですよね。そうだよね。やば、エモいね。そう考えると、ウェディングドレスは忘れらんない。私も忘れらんない。このなんかリフトで上がっていく感じとか、リハから楽しかったし、仲良しメンバーで今でもたまに見返したりする。映像倉庫でそのツアーファイナルの映像とか、なんか一列になってフリーで歌うところ、みんなで目合わせようねとかやってなんかめっちゃ小田の方見たけど全然見てくれなかったっていう思い出がある。あとなんか衣装でどうせ見えないけどみんな指輪つけようねとか言って、私指輪持ってないからわざわざ買ってつけたけど、やっぱ手袋してるから見えないみたいな。懐かしい。約束よ、やばいよね。
泣いちゃう、今でも見てもまあ泣かないけど泣きそうになるような気持ちになる。約束よの2番の歌詞やばくないですか。ねえ本当にありがとうと心から言わせてほしい、楽しかったみたいな歌詞があるんですよ、うん、そこのフレーズが良すぎて。やばいよね。2番のサビ前かな。楽しかったってさ、切ないよね。なんか花束みたいな恋をしたっていう映画も本もその楽しかったってワードでめっちゃ泣いちゃう。楽しかったっていう言葉やばくない？ごめんね青春かな、ごめんね青春でもなんか楽しかったってなんかお母さんが言ったところでめっちゃ泣いちゃったんだよな。ごめんね青春だっけな。やば、もう7時過ぎてる。はい、お弁当チェック入ります。今んとこないですかね。ね、やばいね、ちょっと7時2時間以上配信してる、そろそろ終わります。すいません、ダラダラとずっと喋ってた。ケーキチェック、まあ、ちょっと私のチェックはまだ足りなくて全然情報がつかめてません。じゃあランキングを見ます。あれ？できた。20位マサヤ、トリヒラ、ありがとうございます。19位ヤチ、メリークリー清水ありがとうございます。18位ジャン、グンマニア、ありがとうございます。17位ジェリー、ありがとう。16位ヒロ、グンマニア、ありがとうございます。15位ケンケン、ありがとう。14位タッチゴール、グンマニア、ありがとうございます。13位とち太郎、ありがとう。12位スティーブ、マリア、メリクリ、メリクリ、ありがとう。11位三角おむすび、グンマニア、ありがとうございます。10位水まりしびこ、群馬にお話会、ありがとう。こちらこそありがとう。9位待って、目かゆ。9位ひろのり、群馬にや、ありがとう。8位おやちゃん、ありがとう。7位同胞葵、ありがとうございます。
6位赤鼻のサルティー、ありがとう。5位しーちゃん、ありがとうございます。4位りょう、メリクリあるある言いたい、何言って、ありがとう。3位チャー群マニア、ありがとうございます、ありがとう。2位風と海と、ありがとう、ありがとうございます。そして1位はおさくり、メリクリサンタマリア、ありがとう。メリクリおさくり、メリクリ、ありがとうございます。すごいね、いっぱいやっちゃった。ありがとうございます、見てくれて楽しかった。お話し会中止になっちゃってショックだったけど、もうその代わりには全然なってないとは思いますけど、いっぱい話せてよかった。お話し会で顔を合わせて一対一でお話はできなかったけど、年始1月のお話し会で会いましょう。明けおめを顔合わせて言いましょう。1月待ってます。今日のお話し会のあれはいつかの振り返りで私に使ってください。違うあれでおしもしせずに、いつかの振り返りで私にお願いします。明日も配信する。明日はオールナイトできませんのスペシャル配信をします。時間は決まったら言います。夜やる。じゃあ終わります。明日の時間、配信する時間決まったらまた755とかで言うね。ありがとうございました。メリークリスマス、ありがとう。バイバイ、ありがとう。